皆さんこんにちは、カウテレビジョンの高橋です。今回は皆さんにプロの演奏をお届けしたいと思います。緊急事態宣言が全国の多くの県で解除されまして、これから街に徐々に人が戻ってくるのではないかと期待しています。ですがまだ予断を許さないということで、ご自宅にいらっしゃる方も多くいらっしゃるんじゃないかと思います。そういった方々に元気や勇気を届けたいという思いで我々番組配信を続けておるんですが、この度九州交響楽団さんと協力をしまして、これから数週間にわたってですね、皆様に文化芸術をですね届けていこうという取り組みをスタートしました。第1回目の今回は九州交響楽団第307回定期演奏会、2011年4月14日に行われた定期演奏会よりですね、ドボルザークの交響曲第9番新世界よりの第2楽章をお届けします。皆さん多くの方が、これ聞いたことのある名曲です。プロの美しい演奏をですね、どうぞ、お楽しみください。それではどうぞ。